めっちゃ暑いな。しかも好きでしょこれ。あ、来たー。いや進化ウィズ暑い。ワンチャン進化テスラでにょーんしたら、いやめっちゃいい。うわ、しかもトルネ来た。相手来たよ。あー、ウィズの背後いいが熱い。出てくるんだよねこの感じ。そうだよね、これスキルでいきましょう。はい、スキルでいって、え、ちょっと待って、え、終わった。あ、待って、キタッション。はい、ということで今日ですね、こちらボンコグ使っていきます。はい、まあ昨日ね配信の方で同剣からね負けるまでやったんですけど、はい、展開もう通り越して何試合やったっけな、56勝とかやったっけな、じゃあ後で画像載せとくんですけど、まあそれぐらいまでいって、はい、まあマジでめちゃくちゃ強かったですね。いや、まあ無難なんですよね、安牌でなんかね基本何でも勝てるみたいな。やっぱねホグス刺さんなくてもモンクのスキルと、まあポイズンバーとか削れるとか、まあ結構熱くて、まあポイズンがやっぱ強いですね。クエイクとは違う、やっぱポイズンの安定感ありますね。はい、であとはもう小森の強い進化テスト、進化ウィズ、はい、まあ、これでねマジで超安牌でしたね。もう本当負けなかった。はい、まあ唯一最後よ負けるまでっつって負けたのが、はい、このジャイバルまあこれ結構ね初手芸かまされてそっから大逆転したんだけど、まさかのバルーン入ってて死んだってやつなんですけどまあよかったらねアーカイブ残してるんで配信ください。はい、激ヤバデッキっすこれ相手のまあなんですけど、まあこのね、モンコグ今日はねこれを使って、まあマルチやっていきましょう。さあ来ました、やっていきますか。マグちゃん来ました。まあこういうねなんかダガーの時はもう基本ホグはあんまり飛ばさないですね。もうなんかモンクプラスで行くのがまあ大事ですね。まあこういう時まあでも初手ホグ行っても行っちゃいいけどね、なんか相手が出してきたらいいかなって感じ。あんま自分からホグ行ったらそのまま簡単来てほあの防衛できない時あるんで、そうだからまあちょっと待ちですね。まあこの場合だとまあゴブリン出しますか。ゴブリン出すと結構相手ねなんか切ってくれるんで、大体切ってくる、ゴブリン出すと。そうですね、はい、なんでまあこれウィザーをしましょう。でまあポイズンでもいいんだけど、ウィズの進化サイクル高めたいんで、ここは一旦ね、ウィズでいきましょう。さあネクロは何でしょう。ネクロボンバーか。いやまあジャイ、おーすげー。え、でもこれワンチャンさ、これ範囲攻撃でブチ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 作戦。あー気持ちいい、あ気持ちいいねこれ。いやこれ難しいんだけど、これね文句でこっちやっていけるんですよね。文句を生かす、はい、でこれはスキルで、はい、チーン。いやこれでかい。いや何これ、なんかバルーン臭くね、バルーンっぽくね、なんか怪しいぞこれ。やけど、まあ、バルーン来たら、まあ、テスラがあるんで、はい、いやー文句強いねやっぱ。うん、でこういう時は弱ってるんでいきましょう。はい、いやちょっと待って、レイジ食らっちゃった。まあいいや、まあこれはでもだが弱ってるね。うわー、トルネなんだ。うわ、だったら飛ばさない方がよかった。まあまあ、結果論すぎけどね。でもなんだこれ、キョスケ、ネクロ、トルネ。なんかいかついな。うわ、いかつ。いや、なんかクローンとかありそうじゃない、めっちゃ。え、でもランバーあったよね。キョスケ、ランバー、ネクロ、あとボンバーもあった。いや、これクローンじゃね？いや、でもクローンだったらさ、これ、あれじゃない？あのウィザードとポイズンめちゃくちゃ強いね、ポイズン相手に相手は実証どうしようかってなるよな。いやこれ、え、待って、どうしよう。いやこれポイズンでもいっちゃいいんだよね。いやなんか来そうだなこれ、なんかやってきそうだな、かましてきそうだなこれ、かましてきそうだから一旦こっち寄せといて、はい、おー、なるほど。これスキル切って、はい、スキル切っといて、でこれ丸太でいけるかな。丸太でいけたら幸せ。いや待って、いってほしい、お願い。うわ怖っ、うわ怖っ、マジで。いやこれ絶対クローンくるって、絶対クローンくるって。おい待って、怖すぎる。いやほんまに怖い、ちょっと待って、マジで怖い。絶対持ってるやろこんなん。え、じゃあ違うんかな、気のせいかな。え、でもアイトルネ切ってたよな。これ一旦行きますか、一旦行って、ランバー、そうだね。いや、いやー完封ね。はいはいはい、まあこれウィズで、まあ会社でランバーね、そう無視してもいけるんですよね。無視してもそう一発かな多分。いやそうですね、はいはい、いやこれはスキルでいいかもしれない。スキルでネクロの反射を生かす。はいはいはい、いやいいね。いやーちょっとめんどくさいけど、相手あれ切ったんで、トルネ切ったんで、まあ、ここちょっと熱そうですね。はい、でまあこれはやっぺーのいるって、マジでやっぺーのいるけど、まあこれはモンクからいきましょう。モンクからいって、でこれワンチャン端前止めていく可能性あるから、ウィズで止める、来なかった。あー止めてきた、やばい、うまいねこれは。いやまあこれはでもまあポイズンも打ちつついきますか。ポイズンも打ちつつ、はいはいはい。さあこれしかも何だったっけ、これこいつは残ってるんで、はい、ウィズが残ってるから、いや残らないか、うわ残った、熱い。いや熱いけどこれはちょっといきそう。はいはいはい、いや一発ぐらい入るんじゃない。いやでかい、でかいですね。これはウィズから入って、いや絶対クローンやろこの構え。いや相手ウィズだな、相手あるなだけです。絶対これねクローン隠し持ってるんすよこいつ、絶対持ってるやろほんまに。いやなんかねもう香る、めちゃくちゃ香る。これスキルいきましょう。よいしょ、はい、スキルいって、なんならこれホグまでいって、さあトルネかなおそらく。
サポイズ、お、なるほど。お、それだとこれは結構熱そうだな、結構熱そう。いや、これウィズで回収してあげて、はい、ちょっと左怖いな、左怖いな。いける？オッケー、いきますね。なんならこれあれじゃない、おいしょ、こっち押せたら範囲攻撃で、うん、うん、キュンキュンキュン、いいね。はい、いや、これしかもシールドあるから、あ白ないです、はい、白ないです。これで、しかもこれはもうあとポイズン切ってスキルで多分落とせます。だから多分ポイズンスキルマルタで多分落ちます。いや強、文句文句強。いや絶対これ黒入ってるよ。いや俺は直感が言ってる。いや、ちょ、見ようぜ、絶対入ってるわこれ。なんか、いや入ってなかったらさすがに弱すぎるデッキがあると思います。いややっぱ持ってんだよな、絶対持ってると思ったわ。いやでもこのポイズンウィズの前ではもうクローンなんてね、お荷物です。いや久しぶりに当たったら、いやなんかキョスケクローンとかおもろ。さあ来た、ポンポン来た、やっていきますか。お、ダガーですね、いいね。ダガーがね熱いんすよ、マジダガーなだけで普通に嬉しい本来はまあホグだったら、いやなんか入ったな、まあいいや。本来だったらあれなんですけど、でも文句やとね、マジダガーのこのね反射がめっちゃ刺さるんですよね。さあこれは弱ってるし行きたいけど、あーなるほど、まあこれマイプリ来るな、ワンチャン、ワンチャン来る、来ない、まあ来ないんだったら一旦立ててみる。はい、来なかった。いやこれ逆サイ来る可能性ありますねこれ逆サイプリン来る可能性はあります。いやー来ないね、回ってなかったんかなもしかすると。さあ、することないですね。アイスピだけ流しますか。流して、はいはい、これ文句でいきましょう。文句言ってワンチャン始め止めてくるかな、これ止めてくるんかな。うわー神った、逆に良かった今。いや今の文句のハンがあったから入りましたね。いやしかもめっちゃ完璧なタイミングや、これめちゃくちゃ削ったかない400、いや500、450ぐらい削ってんの。なんか丸太で行きましょう、はい、丸太で行ってあげて、はい、でこれ弱ってるうちに行ってあげて、多分インフェがあるんでここは多分守れる。そうですね、はい、もう枯渇相手は正直ホグさせないんで、あーやっぱ来ましたね。いや待って、頑張れ頑張れ、テスト頑張れ、えやーん、まあ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 、そう、もうホグはホグじゃない、これについてはあれなんで、2倍後もうその文句ホグ、文句とあのポイズン削りで勝つ、はいもうインフェ突破できないんで、そうポイズンやと無理なんでね。まあそういうところをちょっと意識しつつのアイスピー流しといてあげて、でまあ文句からいきましょう。文句がマジ強いんで、文句入れとけばみたいなとこあるん で多分これね来るんじゃないかな、相手バレる基礎だから、はい、構えといてあげて、よいしょ、いいね、はい、よいしょ。いやこれ完封、いやめっちゃいい完封、これ絶対ね端前来るんですよ、見てて、絶対端前つけ来るから、これね、よいしょ、はい、そうだね、いけますね、スキルオッケー、いいね。いやこれちょっと熱いか、でこのままホグ行ってあげて、いやちょっと流れ的に熱そう。いやこれ普通にさ多分ね、いやー丸太がいい、いやこれ絶対絶対来るやろ、絶対来るやろこれ、いや絶対来るやろ、いや来ないんかい。いや待って、でもここら辺は縦毒ではある、縦毒ではあるんで、一応ね、一応縦毒ではあるよ。おいしょ、はい、一発ね、オッケーオッケー。でこれはどうしよっかな、まあ丸太、いやいらないな、ウィズから行きましょう、ウィズから入ってあげて、で多分、お、来た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 、あちょっと熱いねこれ、これ文句言って、はい、でちょっとケツホグからの中で組みたいですねこれ。しかもそれワンチャンしょれるんじゃね、しょれますよねこれ。でこれ絶対端前来るから、来ない、だったらこれ、はい、よいしょ、スキルからのポイズン削り仕上げて、で丸太切ったから、これ2周目、いやマジで2周目行きたい、マジで2周目行きたいけど早く突破してくんない。いや来た、熱い、いやめっちゃ熱いなこれ、めっちゃ熱いな、しかも好きでしょこれ。あ来たー、いや進化ウィズ、熱い熱い、でかいでかいでかい。でこれは多分バレル来るから高めで止めとく、いいね。これアイスピで止める、はい、よいしょ、完璧じゃないこれ。いやいい、めっちゃいい、いやめっちゃいい、このダメージでかすぎるな。で相手は多分ロケット削りするしかないから、お、来ない、だったらウィズから入りましょう。逆サイランちょっと熱いっすねこれ、マジでウィズから入れんの熱いわ。でこれ文句でやりつつの、はいはいはい、でこれは丸太でやってあげて、相手もそろそろもう入れれへんのちゃう、これ入れてくる、はい入れてくるんだね。いやけど待って、いや頑張れ頑張れ、え、ちょウィズがこれワンチャンたまにくくね、ウィズが熱い、いやしかもナイト切ってたからいいね、あとはポイズン、あーウィズついよいや今のは相手ちょっとね攻めすぎっすね、さすがにナイトプリンスしたことによって相手はねこの文句ウィズの形にナイト切れないんですよね。だから今 LSP とかスケしかなかったんでウィズが無双してましたね、熱っ。いやーマジで本当に強いや、文句プラスの形がねマジで刺さるんですよね。さあ来た、ルイルイのスパーキー、お日本人なのか、やっていきましょう。
まあこれもダガーなんで、まあ一旦待ちの、まあ相手が受けてこなかったら、まあゴブリン出すかなぐらいの気持ちでやりますか。でもスパーキーって書いてあるからな、なんかスパーキーっぽさはあるんだよね、ちょっとね。なんか名前にやっぱついてると大体その通りになるからな。まあ一旦ゴブリン出しますか。で、まあ動いてくるんですよね。そうそうそう、動いてくるんですよ、こういうやつは。だからテスラ立てます。いや難しいですね。文句の反射の場持ってもいっちゃいいっすね。いやまあ難しいところではあるんですけども、まあ相手がなんかつけてきたら文句の反射の場もでしょう。2倍前2倍後とかやったらまああんまりやらない方がいいんだけど、あーこれでもスキルいきますか。スキルいってあげて、はい、スキルいってあげて、よいしょ、はい。でまあこれはトルネとかあるんかな、さすがにないよね。ちょっと待って、丸太が、ちょっと待って、丸太こい、危ねえ。神丸太やった、逆に神丸太でしたね。でダガーの時はウィズ一発入るんですよ、これフル HP だと。だからまあ多分何かしら対応してくんじゃないかな。無視一発入るよ、美味しいね、いいね。うん、まあこれどうやろう、トルネあるかな。でも今のトルネあったら多分打ってるからなさそうなんだよね。どうやろう、うん、難しいですね。まあ一旦ゴブリンからいきましょう。まあトルネ入ったらちょっとめんどくさいけど、レイジなんだ。いやワンチャンあるな、マジでちゃん香るな、本当にワンチャンあるんですけど、これ一旦これ構えといてあげて、でこれポイズンで削りますか。ポイズン削りしてあげて、で相手はね多分もう一回後ろスパーキーしてくると思うんで、まあ文句合わしつつでもいいっすね、どっちでもって感じで。まあ相手が来るなら文句合わしたいっすけどね。あー来ない、じゃあこれテスラからいきましょう。まあ文句合わしてもいいっちゃいいけど、やっやっぱりね右削りたいんで、あんまり出したくない方向で行きたい。だからこれウィズから貼りましょう。あ、逆サイなんだ、面白い面白い、ここでの逆サイ。でもそれ切ったらさ相手普通にやばそうじゃない。あーなるほど、これ真ん中で寄せたらいいんじゃない。真ん中寄せつつこれアイスピと、はい、アイスピで固めて、よいしょ、ゴブリンで、うわめっちゃ熱い、うわめっちゃいい、これあでもやばい、ちょっと待って、これいやでもスパーキーの一発耐えるくね、これ耐えるよね多分。そう耐えるから、これスキルでアビリティしてあげたら、いやこれ反射で、よいしょ、熱い熱い、しかもあれ切ってた、いやこれウィズがよいしょ、いやでかい、ウィズの範囲が熱すぎるそれで。ウィズから入って、やばい、ウィズばっか言ってる、なんかおかしくなりそう。ウィズってほんまにおかしくなるわ。相手やっぱトルネ入ってましたね。そうだよね、なんかトルネ入ってないとおかしいもんね、相手の時に。でミニベイ切ってたから、まあここはこれだけいって、でこれにトルネ切るんかいて、ちょっと遅れそう、よいしょ、いやーいいねこの一発、おいしい。うん、まあここはまあ難しいんだけど、文句で守りますか。文句と、はい、このこれで守ってあげて、いやこれはでもそうやろ、スキルとか一応スキル打っといて、でいやどうしよっかな、これゴブリンでいきますか。はい、ゴブリンでいきつつの、いや頼む、マジ完封しろ。あーまあまあまあ一発くらいいいか。でまあこれは放置でいいかもしんないですね。放置ってかポイズン打つか、ポイズン打ってあげて、ね、なんてかっつうとこれね、あれがあるんすよね俺には、あの進化テストあるんで、ここも雑にやっちゃっていいんすよね、マジで。何しても基本守れるんで、てかなんかめっちゃ溶けてんなジャイがクソ溶けてんだけど。しかも相手逆サイ器用もんならみたいなところはあるんですけど、延命したね、これ延命してあげて、おっきいね。でこれはボーポイっすね、はい、ボーポイしてあげます、ね、ボーポイで、やんならこれワンチャンやけど、どうやろう。いや文句いらないか、文句いらないですね多分これ。文句出さずに多分進化テスラで守れそうだから、来たら、いやそうだね、これ多分ワンチャン進化テスラでにょーしたら、いやめっちゃいい、うわしかもトルネ切った、相手切ったよ。あーウィズの背後いいが熱い、これ熱いな。でこれ端まいって、で多分止めてくるから、止めてこないんかな、そうだよね。だからはい、これいけてあげて、さあこれはアビリティいきましょう、反射、いや来た、いやこれめっちゃ熱いな、めっめっちゃ熱いぞ。で相手と切ったのがミニペしかない、そうだよね。でもこれ一発、よいしょ、なんならよいしょ、完璧やんマジで。モンコーグねーマジで強えわ、本当に熱い。いやスパーキーに勝てんのがマジで熱いわ、本当に。スパーキーマジでねアンチなんだよもう最近の動画めっちゃスパーキーにやられてたからね、気持ちいいんだよな、文句入れてるとマジでスパーキーかぼれる。さあ来ました、おニードスキルって書いてあるよろしくやっていきますか。まあこの手札はちょっと待ちの、丸太なら丸太いきましょう、はい。まあ高回転っぽいな、この感じ、うん、なんかウォールベイカーとか、あーなるほど、これワンチャンね、遅延クロスかもしれないですね、まあ、ワンチャンね、ワンチャン遅延クロスは見える、はい。いやポー、いや絶対そうだ、丸太
アイスイズ好きでしょ、絶対そうやん、こんなんそれしかないやん、もはやもはやそれしかない。はい、あでもちょっと石これホグでタイマン打ち勝ってもろて、はい頑張れ。でまあ多分ねこれホグに行くんじゃないかな。いやそっちに行くんか、うわそっちに行くやったらワンチャン一発入るけど、いや遅延が強すぎる、遅延が圧倒的に強い。まあまあね、いやこれねマジでむずいんだけど、いや多分ねロケ削りでワンチャン行かれるんですよね。でもロケット反射できるんで多分同彩の方がいいんですよね、多分同彩の方がいい、おそらくね、おそらく同彩の方がいい。だからウィズとかあえて切ると多分ね相手もねロケット打ちたいと思うんですよ。でそういうところに文句の反射合わせてあげると結構ね熱いことね、これ熱いことにはなります。はい、さあ一旦テスラ立てて、さあまあこれは文句いきますか、文句いってまあポイズンいってもいいんだけど、まあ悩ましいよね、多分止めてくるんだよねこの感じ。そうだよね、これスキルでいきましょう。はい、スキルでいって、えちょっと待って、え終わった、あ待って終わった、マジで、ちょっと待って、おやばほんまに終わった、あほんまに終わったこれ、え待って頼む、マジで抑えて、あーうわマジか、えちょっと待って文句の反射、えそんなやられる、いや終わった、このダメージで俺マジ勝ったやつ見たことないマジこのダメージ取られて勝ったやつはマジで見たことないけど、いやワンチャンミスるか、いややばいな今、待って文句そんな弱いっけ、いやいけると思ったんだけどな、さすがに無理やったか。いやー丸太行きましょう、いやマジで終わったな、これロケ削りで持ってかれるな、でもマジで本当に終わった気するわこれ。でもはいこっち5つの、まあでも今回進化テスラあるからな、進化テスラニョッスがあるんで、これ最強の進化テスラニョッスがあるから、いやしかも射抜いてんなこれ、しかもこれスキルでよいしょスキルオッケー、いやー切れた、ちょっと熱い、ちょっと熱いだけちょっと熱いだけね、オッケー丸太行こう。でまあどうしよっかな、これポイズン打つか、ポイズン打ちましょう。はいポイズン打ってあげて、で多分相手ねそうロケット来るんで、いやワンチャンつかめるな、本当にこのワンチャンでしかない、これロケット切ったタイミングの行きましょう。いやそれは美味しいな、ちょっとちょっと美味しいな、これテスラで起用しましょう。はいテスラで起用して、いやめっちゃいいけどそれ大丈夫相手、いやもう俺ねガチ攻めするよ、普通にガチ攻めするよ。でこれこれ、はいスキルいって、よいしょスキルいってあげて、いやーけどねちょっと怖いね、ちょっと怖い、いやでもね結構熱い展開にはなってる。いくよ、これゴブリン追加して、はいはいはい、これホグまでいって、いやこれだいぶ熱いぞ、だいぶ熱いぞ、だいぶ熱いぞ、これだいぶ熱いっすねこれ、はいはいはい、しかもこれは丸太出せば、よいしょ、なんなら、いやー待って怪しい、怪しすぎる、やばい負ける、マジで負ける、いや飛んだけど待って、やばいな、ちょっとロケットが600何分でしょう、いやーでも待って、まだ落ちない、まだ落ちない、はい自ら行きましょう、自ら行ってあげて、まだ落ちないからね、ありますこれ、全然あります。はいでいやこれね全然相手かましてくる可能性あるんだよねこれ。でこれはスキルと思ったけど反射、おーでも熱い、ちょっと熱いけどやばい、マジで終わる、マジで終わるこれ、本当に本当に終わるって、だってマジで捕まして、俺にワンチャン捕まして、ワンチャン捕まして、マジでワンチャンしかないよこれ、ワンチャン見せてくれ、ワンチャン見つけてくれ、いけ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 、いやあるくねこれ、ちょっと待って、あいつトルネスったらこれあれじゃない、ある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 ワンチャンあるんだよなんで勝てんねんなんで勝てんねんこれワンチャンでしかなさすぎるだろおいマジあのダメやるかったやつか、 あそこから買ったやつ俺しかいねえだなこれ開幕2000削ったけどなマジかワンチャンつかみすぎだろ今の勝っちゃったわなんか。さあラストやっていきましょう。お日本人ですね、やっていきますか。さあこれはまあ丸とかゴブリン流そうかな、まあ相手が動いてこなかったらいきます。はい動いてこなそうだな。さあマイプリト、いやこれはコカツか、まあディガポイかですね。まあライトのディガポイも流行ってますからね今、どっちもあります。はいまあ一旦待ちつつ、なるほどダックプリ、なるほど珍しくね、しかもスケ進化スケじゃなかったよね今、なるほど、いやなんかすごくね相手のデッキやばくない相手のデッキ、なんかアウプリコカツみたいな、それのダックプリ版でーすみたいななんか懐かしくね、アウトローってカードめっちゃ久しぶりみたいやけどマジで久しぶりみたいやけど、やばすぎ、しかも攻めやばかったな、ポイズンも入ってんな、しかもとんでもないっすね俺。まあまあまあでもまあマイプリ来そうだな、このタイミング来そうだな、ほい、いや今のはさ絶対いけたやろ今の俺めちゃくちゃ早かった、読んでたけどな、来るなと思って出したんだけど噛み合いましたね。まあまあまあ
ちょっと痛いですね。まあ一旦本行きますか。このテスラが生き残ってる間はまあその誰に来てもこのカウンターできるんで、はいはいはい。ナイトが進化でしたね。で、スケ進化だった、いや多分進化じゃなかった気ですね。気のせいかな。まあ一旦文句いくか。あれ、いやスケ進化だったっけな。まあナイトは進化なんですけど、ダックプリー、いや次切ったら分かりますね。あれなんかさっき見た時は違うかった、違うように見えたんやけどな、気のせいかなこれ。まあ一旦ウィズでやりつつの、はい、ウィズでねかましてあげて、さあこのアウトローに対してウィズめちゃくちゃ強いからな、ね、これはスキルを入れてあげて、よいしょ、はい。いやただ、うわキンキン、もしかして、うわうまい、ただワンチャンしょれそう、いや惜しい、いや惜しい、惜しすぎるな。いやこれどうする、はいはいはい、これはまあ後ろで、後ろ守りつつの、はい、これでいいっすね、これでいけますね、はい、はいはいはい。まあでも禁忌されたとことはいえ俺ねホグ刺さないから文句で飯食っちゃうからな、普通に普通に文句で飯食います。はい、でまあここは文句から入ってあげて、全部文句から、もうねもう俺ホグ刺さないからね、文句の子チーンでかすますするし、なんならこれねウィズで、はい、やってあげて、始まり、いやワンチャン、うわ惜しい、ワンチャン惜しいなそれ、いやマジでやれた、うわ惜しい、うわめっちゃ惜しいけどやれそう、これダガーでやれます、はいはいはい。でまあ一旦ね警戒はしどくなんで、たすら立っていて、で相手がねそう何しようが、いやこれはポイズンでいいっすね、これはポイズン打ってあげて、はい。でこれはダガーの感情入れてあげたい、はい、ダガーを入れてあげて、わめっちゃいいね、あめちゃくちゃいい、いやこれはウィズで回収してあげる、はい、ウィズ回収からの、文句後ろ、文句後ろしてあげて、はいはい、やつ、いやこれはさすがにスキル入るな、入りますね、よいしょ、はい、スキル入れてあげて、しかも相手は多分ねこれね施設ないんですよね、だから多分ねめっちゃきついと思うんだよね、やっぱ進化スキルや、進化スキルですね。ただこれはポイズンクリティカルヒット、なんならウィズがよいしょ、いや入った、熱い、その入り熱いな。でこれどうする、ワイスピで固めて、いやーいい流れがめちゃくちゃいいな、これめちゃくちゃいいな。で進化ですが縦毒、縦毒っすね、これは縦毒しといてあげて、はいはい、これ丸太切ります、ワンチャン逆サイ来る、来た、これ来たらね、ワンチャン逆サイ来ますね。だったら門から入って、あ来ますね、はい、これウィズ逆サイして、これウィズ逆サイでもポイズン打たれても全然いいんで、はい。で相手はこれ多分バレルが来るかな、おそらく。さあ進化スキルが消えてく、熱い、いやこれは熱い、非常に非常に熱いよ。さあこれはポイズンまで行って、おいしょ、多分ナイト来るんですけど、これ結構ありそう、2位行きそうじゃない、2位行ったら偉い、いや一発か、いやこれ絶対来るわ、絶対来るでしょこれ、いや来ない、来ない、これこっちの右行こうだな、右に行こうだな、はいはいはい、偉い、いやこの処理はめちゃくちゃ偉いね、はい。でこれ右ひこっちやりつつの OK で、これウィズで起用しましょう、多分ね一発ガインが入る、あ入らへん、熱い、いやしかもそれ、いやーいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、なんならこれ文句言っちゃおう、文句言ってあげて、はい、文句言っちゃう。でこれはアビリティで、よいしょ、はい、アビリティしてあげる、いや熱い。でこれテストで回収、いやでかいでかいでかい、あとはこれでもうポイズン削りでいきますね、はい、ポイズンで削ってあげて、オッケー、いいね。でアイスピでショル、はいはいはい、これ丸太で全処理できんじゃない、しかも進化テストラがにょーんにょーんマジで強いって、これ本当にできてる、あとポイズで終わりましょう、はいはい、禁忌されてもね、そう文句でねかさ増しできるんでね、問題ないんですよね、本当にマジでね、恐れないでいい、文句のスキルは恐れなくていい、はい、あの昔やったらその丸太で禁忌だとかあったけど、はい、恐れなくていいです、もう文句の話でだって400確定でゲットできるから全然いらないんですよ、そんな恐れはもう怖くなくていいです、はい、もうどんどん行きましょう。さあ、ラストこれ引いて終わりますか。いやそろそろでもサバーガーが出ないな、あそうだね、はい、サバーガー久しぶりに引いたな、ちょっと最近ログインしなかったわまあということで、モンコグ、いやマジでね、ちょほんと安牌すぎるんだよな、いやマジでこのデッキで本当に後で配信やります、はい、まだ配信やって3000いきますか。まあということで、この動画が良かったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう、バイバーイ。